私にはマレーシアに大切な人がいます。ボルネオ島の小さな村トゥーロンに住んでいます。トゥーロンに初めて行ったのは2001年、私が24歳の時、植林ツアーに参加したのがきっかけでした。その3日間のホームステイが私の人生を大きく変えました。私はそこから毎年のようにトゥーロンに通い続けています。初めてホームステイした時、その暮らしはとても貧しく見えました。水道がなく、雨水をドラム缶に集めて生活しています。お風呂はボロボロの小屋のトイレの隅、ろうそくの明かりを頼りに体を洗っていると、大量の蜂が小屋いっぱいに飛んでいるのが見えました。蜂を怒らせないように静かに体を洗いました。ボルネオ島は南国ですが、夜になれば冷たい風が吹いて、水は悲鳴を上げたくなるほど冷たく感じます。パパのフェリックスは私を気遣い、バケツ一杯分の水を温めて用意してくれました。そのお湯の温かさは体中に染みました。当時パパには小さな子供が5人もいて、外でボール遊びをしたり、ため池で水遊びや歌を一緒に歌いました。大人たちもギターを弾いたり、太鼓代わりにバケツを叩いたり。私はまだ若かったので、ボランティアといっても旅行気分、新しい服にしっかりメイク。でも子供たちと汗だくになって自然の中で遊んでいたら、だんだんノーメイクで着飾らない方が自分らしい気がしてきました。トゥーロンの人たちの口癖は、ティダパパ、大丈夫という意味です。小さなことは気にせず、何でもティダパパと笑い飛ばしていました。私が思う貧しい国のイメージと違って、トゥーロンのみんなはいつも明るく楽しそうです。賑やかなホームステイでした。あっという間にお別れの日が来ました。帰り際、パパと握手をすると、その手の中にはお金が含まれていました。日本円にすれば数百円かもしれないけれど、私は驚き、すぐにパパに返しました。同時に涙がぶわっと溢れ、ポロポロ泣き出す私を、パパはただただ微笑んで見守っていました。子供たちは破れたボロボロのシャツを着ているのに、その服を一枚買うこともしないで、自分よりも綺麗な服を着て裕福に暮らしている私に、貴重なお金を差し出してくれたことが信じられませんでした。自分のことよりも私のことを優先する人に初めて出会いました。国際協力なんて少しでも思っていた自分が恥ずかしくなるぐらい、私を喜ばせてくれました。みんなの笑顔が見たくて、何度も里帰りするように一人でトゥーロンに行くようになりました。するとトゥーロンのみんなも、おかえりと言って私を迎えてくれるのです。村で仲良くなった少女は、私に宝物の小さな鶏の卵をプレゼントしてくれました。彼女が大切にラッピングして飾っていたものです。私も何か贈りたくて、何か欲しいものはないと聞くと、何もいらない、あなたに出会えたことが最高のプレゼントだからと、普段から分け合う気持ちが村にはあるんです。いつもスルスルっと木に登ってはフルーツを取って食べさせてくれる子どもたち、一つしか取れなかった時は自分たちが我慢をして私に食べさせようとしました。だから私も一口だけ食べて分けることにしました。人に与える喜び、人にもらう喜び、それ以上に分け合うことが一番の喜びだと知ったから。そうやって7年が経った頃、パパから手紙が届きました。トゥーロンでの仕事がなくなって出稼ぎに来ている、家族と会えなくて寂しい、笑顔あふれる家族の姿が何より好きだったので、その暮らしがなくならないために、私にできることはないかと考えました。私をいつも家族の一人として受け入れてくれるみんなに恩を返したくて、ちょうどその時ある言葉を聞き、ハッとしました。無力と微力は違う、そうか、私は無力じゃないんだ。すぐに一人で募金活動を始めました。何をどうやったらうまくいくか全くわからなかったけど、何もやらないゼロよりはマシだと
募金箱を作って置いてくれる場所を探しました。より多くの人に知ってもらいたいと話せる場所を探しました。ゼロよりマシだと始めた募金は1年で100万円ほどになりました。見ず知らずの男性が自分はいけないからと10万円の寄付をポンと出してくれたり、小さな子供が握りしめて出してくれた10円玉、私が預かったお金にはたくさんの人の思いが詰まってる、これを届けるまでは死ねない、人生で初めて使命感を感じました。これだけたくさんの思いある日本人がいることもテューロンのみんなに伝えたかった。植林ツアーでお世話になった団体の協力のおかげで、その募金で全世帯に青いプラスチックでできた錆びない貯水タンクと井戸を設置することができました。その時はもう一つ大事な報告を持ってきました。実は募金活動をきっかけに夫と出会い結婚が決まったんです。ずっと結婚はまだかと聞いてきたパパに報告をするととっても喜んでくれましたが、次の瞬間悲しい顔をして、朝日はもうここに来なくなるんだねと言いました。私はそんなことないよ、必ず来年夫を連れてくるからと言って翌年夫を連れて行きました。私はみんなを喜ばせようとこっそりウェディングドレスを持って行きました。自分の晴れ姿を見せたかったからです。ドレスを着た私に、朝日パーティーするよと、当時数台しかなかった古い車にたくさんのリボンをつけて私たち夫婦を迎えに来てくれました。会場はたくさんの花を飾りつけた村に一つしかないボロボロの集会場、知らない間に結婚パーティーの準備をしてくれていたんです。それはどんな立派なリムジンや教会よりも最高で幸せな結婚式でした。子供たちは並んで歌を歌ってくれました。出会った頃あんなに幼かったみんなが成長し祝ってくれる幸せ、この子たちの笑顔にどれだけの幸せをもらっただろう、この子たちの笑顔をずっと見ていきたい、守っていきたい。私の両親席には幸せそうに微笑むパパとママ、私はテューロンのみんなに恩返しがしたくて募金活動を始めたけれど、恩を返せたと満足できたことはありませんでした。でもそんなパパとママの姿が見られた時、ほんの少しだけど恩を返せたのかなと思いました。募金活動には批判もあったけど全く響きませんでした。私にはみんながしてくれた結婚式のような体の芯から震えるような感動がいつも心の中にあったからです。去年村の人たちが言ってくれました。あの時朝日がこの村のためにチャレンジしてくれたおかげでテューロンが変わった、みんな朝日に感謝してると。でも私がテューロンを変えたんじゃない、テューロンが私をこんなに情熱的に行動できる人に変えてくれたんだ、何より人を思いやれる気持ちが持てた、みんながお互いに分け合い支え合い暮らすテューロンではありがとうを、照れまかしどういたしましてを様々と言います。様は同じという意味、様々で同じ同じ、お互い様様と言っているようで大好きな言葉です。貧しさに対する同情から生まれた一時的な支援ではなく、みんなの笑顔が見たいというシンプルな思いがお互い様の関係を見続ける、そんな家族のようなつながりが広がれば世の中はもっと明るく笑顔になる、私はそう信じています。ありがとうございました。